皆さんこんにちは。今日は床山パンツは。あの人ね、ついにね置いてきちゃったの。すみません、今日から私になります。二人で今後パンツはお届けしますので。ちょっとさ、なんかさ変な音がしません？何？ちょっとやだ、連れてきちゃったの。やだ、ついてきたの。何やってんの。どういうこと？来ちゃったの。いや、床だけの感じじゃないの。今度から床山に変わったんだけど。え、ちょっとどうしたの。こんな防災移動でちょっと防災移動やってみました。ついてきちゃったの。残念です。やだ。じゃあしょうがないから、今日は3人で床山竹パンツは。いつも迷うのかね。でかくない？大きいね、この携帯と比べて。青木屋さん、これと比べてみて。わお。ちょっとよくわからない。でかくない？すごい。すごい。コロッケ2個も入ってる。早い。早い。じゃあ行くよ。うまっ。わっしょー、いただきまーす。コロッケも食べて。うん。いただきまーす。うん。ポテトがなんかしっかり。甘い。うん。甘みがある。おいしい。ぎっしりコロッせんべいやにおかげ。え、武田さん？
何が言ったの、なんかささみパーティーみたいなのがあるよ。ちゃんのね、すごいね。あとね、あらちゃんのこれちょっと出してください。それもパン屋さんでちゃんのおやつパン、ちゃんパンを買いました。どんだけおやつ買ってんの、おっちゃんの。武田さんが買ったやつですごい。あれ武田さん、はい、パンとおかきちゃんのおやつ、あれなんかその前のやつ何、魚の形のやつ。どんだけ言ったの。あれ武田さん、これなんか真ん中にあるこれ何、カステラも言ったのよ。どんだけだよ、すごいね。あれ武田さん、なんかうちの主人大好きパンの耳めっちゃいっぱいあるよ。ここ、ここでしょ、ここでしょ、これでもあるよ。ちなみに0円。すごい。パンの耳だらけ。0円。すごい。すごいね。どうでした？パンはね。さっきも言ったか。さっきのせいでね、他のところに入って。そうだね。これちゃんのね、カツラがダメ。おいしそうだよね。ね、どうでしたか今日は。今ユカヤマのパンツアーは。とても楽しく。はい。もうこんなにいっぱい買えて、しばらくパン屋さんに行かなくていいね。はい。じゃあね、今度武田さんを今度こそ置いてね。パンツアー絶対に置いていきます。次どこ行く？楽しみだね。ね。あ、じゃあ言っていいよ感想、しょうがないから最後の挨拶でいいよ。本当に良かったです。あのちゃんのおやつも買えたのでこれかよ、パンツワーだろありがとうございます。じゃあまた次回のパンツワーでお会いしましょう。